はいどうもこんにちは、おもチャンネルンです。さあ今回のはいこちら見ていきましょう。はい、今月は久しぶりにトミカギフトが登場です。まあ夏といえば結構ねこういったセットね2年に1回ぐらいかななんか登場するイメージがあるんですけども、はい今回はですね消防関係ですね。ちょっとこれ剥がしてますが名前がちょっとね見えない状態になっていますのでペロンといっときましょう。はい、はい、今回ね改めましてねトミカギフトの街を守るぞ消防車両セット、こちらねちょっとね見ていきたいと思います。で値段の方ね今剥がしましたが、こちらエディオンさんでね1870円で購入してまいりました。まあちょっと最近ねトミカ値上がりしたとはいえ、まあ割とお手頃というのはあれなんですけどもね、そんな高くはないセットなのかなとは思います。で今回ね車両でこう4種入ってて、これがちょっと結構ありがたいですよね。結構3種とかねそういったねパターンが多かったんですけども、今回は4種類の車両いいですよね。でそのね車種はねこちらね左から鈴木ジムニーのね消防本部広報車ですね。でそのお隣がスバル BRZ の消防本部指令車ね、かっこいい。でそのお隣トヨタハイラックスの消防本部資材運送車ですね。でラストはこちら右端がトヨタのコースターの救命人員輸送車ですかね。まあこんな感じの素敵な消防関係の4種になっております。素敵なセット。で箱ね一応ざっとね見ときましょうか。はい、底の部分とあと蓋ですね。で上の部分がこうなってて反対側の蓋とね、こんな感じで背面、はい、こちらねこのようになっておりまして、後ろにはセット内容とあとこれですね、8月かな7月か8月かまあどっちかに登場するね変形出動ビッグファイヤー&コマンドステーションと一緒に遊ぼう、ね、これも結構楽しみなんですけどね。素敵なこう消防署とね遊ぶことをこうイメージされたセットですね。あ、ちなみにこれですねちょっとここ出しておきましょうか。これね購入特典キャンペーンっていうのが先日ちょっと発表されまして、これ先着順になるのかな、特にそうは書いてはないかね。一応日産スカイライン GTR の R34 ですね、 BNR34 のレスキューパトロールカー、これがね購入特典キャンペーンということでね、どうやらまあ付属か配布かちょっとまあどういう形式になるか分かんないですけど、これがついてくるので、これもちょっと期待して待ちたいと思います。まあ本当素敵な非売品の車両がまた登場するのかなと。さあそれではちょっと話 ね戻りますが、はい今回ねこちらのセット見ていきましょうかね。よし、いや素敵なギフトですよ。消防関係もまたね僕まあ何でも好きなんですけども消防ももちろん大好きです。さあではではでは開けていきましょう。よいしょ、ちゃんと開くかな。あー若干よく見るのせてた箱潰れ、角がちょっと潰れちゃってます。仕方がないあシール、テープ機能忘れた。焦っちゃダメダメ、忘れました。よし、では開けましょうか。よし、参ります。さあ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 、それではどんな消防が出るでしょうか。ではでは登場です。はい、今んとこ分かりませんが、さあそれではねちょっと順番にまあまあこんな感じでいきますかね。では左上からねまずいきましょう。1台目ドーンとウォージムニーいいですね、やってまいりました。まず1台目は鈴木ジムニーの消防本部広報車ですかね。あまたいいねバリエーションだこれ。さあさあそれでちょっと見ていきましょう。はい、まずこちら1台目来るとねざっと全体はねこんな感じ。まあ消防関係の車両ということで、ね、今回も真っ赤なボディですね。いきなりこんなこと言うのはあれなんですけども、こう文字とかね赤色灯がないバージョンの赤いジムニーもちょっと欲しかったりもしますよね。でフロントのね作りから見ていきましょう。はい、顔の部分はこんな感じです。はい、グリップのところは黒のパーツで、ライトはねシルバーの塗装塗り分けされてます。でバンパーとかはシャーシと一体なんですが、しっかりこうね迫力のあるねフロントでジムニーかっこいいですね。最近なんか欲しいなって思っちゃったりもします。でこの赤のソリッドカラーがやっぱこう消防関係の車両っていう感じがねめっちゃしますね。でルーフにはこちらね赤かな、赤色ですよね。クリアーパーツで赤色とかねついてますね。こちらは板状のタイプかな、こんな感じになっておりまして、比較的ちょっとこうまあ目立ちにくい感じにはなってるのかなと思います。で側面のデザインですが、はいこちら側にはドアの部分には消防本部で、後ろにはね広報の文字がねこのようにプリントで書いてあります。でホイールタイヤは主張控えめ黒の成形色です。で後ろテールですが、はいこうなっておりまして、はい両サイドにはこのようにロゴ書いてますね。左側にはスズキのロゴで、右にはジムニーですね。ちなみにスペアタイヤは黒の成形色です。で反対のね側面ですが、はいこちら側も消防本部とあとね広報の文字が書かれておりまして、で上から見てみると、はいこんな感じで、そこの部分ははいこのようになっております。
ね、でこちらの車両ですね、ベース自体はナンバー14番のスケールは57分の1か、ね、2018年のおなじみ鈴木ジムニーとなってます。でこの車両ね、ギミックの方はねサスペンションキラーがついてます。いいですね、かわいいね、もうとてもね素敵な鈴木ジムニーの消防本部広報車でした。じゃあせっかくなのでね、通常版のジムニーともねちょっと比較しておきましょうかね。普通のやつをねこう並べてみるとこんな感じです。いいね、まあどっちもね素敵なんですけども、今回はこのジムニーのね消防バージョンということで、いいねバリエーションがまたねギフトで登場してくれました。ジムニーも本当結構いろいろ出ますよね、今回も本当素敵なのかなと思います。いいですね、いいですね、こう並べるとやっぱこう本当こっちが消防っていう感じがめちゃくちゃしますね。さあ皆さんはどちらがお好みでしょうか。僕はどっちも好きですね、はい選べますね。さあさあ、それではね他にもねギフトの車両ねいっぱいあるんで、ではではどんどん見ていきたいと思います。ではでは続きまして、では右上行きましょう。こちらはなんかな、あコースターかな、はいね、やってまいりました。こちらが救急人員輸送車になります。はい、もうコースターといえばねもうこう人をね運ぶね系の車両になってくるんですが、今回は消防の言ったら救急の人員輸送車となっておりまして、まず全体は、はい、こちらこんな感じになってます。まあ、こちらもね真っ赤なボディですね。でフロントの、ね、顔の部分こんな感じです。ライトはねシルバーの塗装で、真ん中には消防のマークが入ってますね。でルーフにはもちろんクリアパーツで赤色と、こちらはちょっと丸みのあるタイプで、真ん中にはシルバーの塗装です。で、あ、後ろにもありますね、小さめの赤色灯も取り付けられてます。まあなので前後にあの2つ赤色灯がついてます、ね、でボディはもちろんこのソリッドカラーね。で側面のデザインですが、はいこちら側ね中央には大きくですね消防庁ファイヤーデプトいつも忘れるんですけども、はいこのようなね文字もしっかりと書かれてます。それ以外は特に何もない感じですかね。窓の枠のところは黒の塗装仕上げになってますね、はいこんな感じです。でホイールタイヤはシルバーメッキのスタンダードタイプのものになってます。で内装は黒の成型色かな、まあ、人員輸送車ということで、まあ、中にはたくさんの座席がついてますね。で後ろですが、はいテールの部分ですね、こちら特に塗り分けとか文字とかなくて真っ赤なね塗装一色となってますね。ドアのね作りとかはまあしっかりとこう形はできてるのかなと。で反対側の側面は、はいこちら側にも消防庁の文字ね書かれておりまして、で上から見てみると、はいこんな感じで、そこの部分はと、はいこのようになっております。でこちらは、ナンバー49番のスケール89分の1で、2018年のトヨタのコースターです。まあコースターも本当いろんなねバージョンが出てきそうな気がしますね。でこの車両ね、まあ、特にあのサスペンションなどのギミックないですね、手転がしの身ができるようになってます。でコースターも通常のねこのベース車両とちょっとこう並べておきましょう。まあ、通常版はね幼稚園バスなんですが、はいこんな感じですね。まあこちらも上の塗り分けとか一緒ですね、まあさすがにこの辺のマークとかは全然ね違うんですけども、はいこんな感じで黄色だか、なかなかねこのままいいねバリエーションなのかなと思いますね。幼稚園バスとね、まあ、人員輸送車、消防の人員輸送車だと全然あのねジャンルが違ってくるんですが、まあたくさんのね人もね運ぶこのコースターね、これもねまたどっちが好きかねちょっと迷うところですけどもね、もうこれもねどっちも好きかな、はい。まあ今回の消防車両ももちろんねいいと思いますんで、気になる方はぜひねこちらもね手にしてみてください。まあ、ということで2台目ですね、トヨタコースターの、救急人員輸送車でした。さあそれではね続いてのトヨタ見てみましょう。さあさあそれでは続いては左下参りましょう。左下は何でしょうか。お BRZ、これはあれだ、これはこれはなかなかかっこいい、これがね消防本部指令車になります。いいね、これもいいですね。 BRZ のねバリエーションはあまりちょっとこうね出てくるこう印象は少なめなんで、こういったこう消防関係で出るっていうのがねまたこう嬉しいかな。なんかイオンさんとかはね昔ね、なんか、まあ、今回のねギフトみたいなやつにキャリアカーをこうつけてね出してくれてたイメージあるんですけどもね、まあ、今回はね、まあ、通常のギフトとして出てくれたらまたこれ嬉しいかなと。で BRZ、 こちらもね赤いボディ素敵ですが、フロントの部分こんな感じです。ヘッドライトね塗装シルバーの塗装仕上げで、真ん中にはしっかりとこうスバルのエンブレムがあります。でこちらも赤のソリッドカラーになっておりまして、ルーフの部分には板状のクリアパーツで赤色灯が、はいこのように付けられてます。で側面のデザインですが、はい横ねこんな感じ、こちらも結構大きめですね。後ろの部分に消防本部の文字ね白い色でしっかりとプリントで書かれてますね。でホイールタイヤは黒の成型色、スポーツタイプのものになってます。
ます。で、あとね、ここの部分黒と細く細かく入ってますね。あ、ここのね、窓の縁の部分も塗られてます。で、後ろですが、はい、テールのね、デザインですね。こんな感じです。レンズもね、これ多分、赤色は多分ボディ色と同じ色なのかなと思います。シルバーの部分だけはね、別のカラーが塗られてます。で、BRZ のロゴも、ちゃんとここね、書いてありまして、で、スバルのエンブレムもあると。まあ、後ろもバッチリですね。で、反対のね、側面ですが、はい、こちら側もこのような感じ。後方にはね、消防本部の文字ちゃんと書いてありまして、で、上から見てみると、はい、こうなっていて、で、そこの部分はと、はい、こんな感じです。で、ベースになっているのが、ナンバー28番、スケールは60分の1ですね。こちらおなじみですね、2020年のスバル BRZ となってます。で、この車両ですね。はい、キミックの方はサスペンション機能がついてまーす。素敵ですね。濃い。で、こちらもね、通常の BRZ とね、並べてみましょう。いいですね。このね、またこの対照的なね、赤とこの青っていうね、このバリエーションがまた素敵ですね。まあ今回はね、一応こう消防関係なので、普通の赤ではないんですけども、まあ結構ね、いいバリエーションなのかなと思います。あ、っていうかあれか。初回赤色でしたね。初回だそう。はい。とりあえずね、ブルーの通常版と並べてみると、こんな感じになっておりますね。素敵ですね。じゃあちょっと初回持ってきます。ね。初回が赤色っていうのすっかり忘れておりましたね。じゃあちょっとこちらも並べてみましょうか。ね。比べてみましょう。はい。ね。これはね、一緒ですね。はい。いいんじゃないですか。この感じいいね。なんか全く違うっていう感じもほとんどしないんですよ。もう同じ赤色。すごなかなかね、ほんと初回がベースになってるんじゃないかなっていうぐらい、まあ同じようなほんともう赤色になってますね。若干ね、まあ仕上げは違うんですよ。感じは違うんですけど、パッと見の赤のこのね、見え方っていうの、色のね、見え方、もうほぼ同じなので、あ、今回のこれはちょっと面白い比較かもしれませんね。後ろとか見たらもうほんとわかんないです。こう隠したらわかんないですね。はい。いいね。ちょっとこう初回お持ちの方は今回のギフトの BRZ をぜひちょっと並べて、なんか細かいこう色の違いとかも、まあ微妙には違うと思うんですけど、パッと見一緒なんで、ぜひちょっと比べてね、楽しんでみてください。いや、素敵でした。これもね。うん、いいバリエーションだ。ということで、はい、こちらですね。3つ目。スバル BRZ の消防本部指令車でした。これでね、指令、命令されたらね、もう言うこと聞くしかない。はい。素敵な車両でしたね。さあさあ、それで続いての車両も見ていきましょう。ではでは、早いもので4台目になりますね。この右下行きたいと思います。トヨタのハイラックス、こちらが消防本部資材輸送車ですね。資材輸送車になります。はい、またね、素敵なハイラックスのバリエーション、こちら登場しました。まずね、ざっくりと全体は、はい、このようになっております。ハイラックスいいですね。こういったまたね、全部そうなんですけども、このバリエーションで出てくれるのもまたこう嬉しいのかなと思います。で、顔の部分はこうなっておりまして、ヘッドライトはしっかりと大型のクリアーパーツで、グリルね、迫力満点のこのグリルしっかりと黒色になってますね。これはシャーシと言ってかな、あ、違いますね。黒で塗り分けがされてますね。で、真ん中のここの部分はこう別パーツとなってますね。で、トヨタのね、大きなエンブレムね、ちゃんとこう塗装プリントで入ってまして、で、もちろんね、ボディカラーは赤のソリッドカラーで、ウーフにはね、クリアパーツで赤色灯がついてます。こちら丸型で、真ん中にはシルバーの塗装ですね。で、側面のデザインですが、はい、横ね、こんな感じ。こちらもね、消防本部の文字ね、しっかりと大きくプリントで書いてあります。で、ホイールタイヤはシルバーメッキのものになっております。で、後ろの部分ですが、入ってるね、こんな感じですね。各種ね、ロゴ関係しっかりとね、このようにプリントで書いてますね。で、テールレンズは多分これボディと同じカラーですね。赤色そのまま塗られてて、下のバンパーのところはシルバーのね、塗装が塗り分けされてます。で、反対側のね、側面ですが、はい、こちら側にもね、消防本部の文字ね、大きく書いてまして、で、上から見てみるとこんな感じ。荷台はね、しっかりとこう資材がね、積めるような感じですね。で、そこの部分は、はい、こうなっております。で、ベースが、ナンバー67番のスケール70分の1、2021年のトヨタのハイラックスです。で、この車両ですね、はい、ギミックの方はサスペンション機能がついてます。いや、これもなかなかね、素敵なバリエーションのハイラックス。さあ、それではね、こちらもね、通常のハイラックスとちょっとこう並べてみましょうね。これもまた赤と黒、これ
これも結構比較的に対照的なカラーだと思いますが、さあさあ皆様はこれね、どちらのね、こう色味というかバリエーションがね、お好みでしょうかね。まあまあこれもね、もうどっちもいいっていう人が多分ね多いと思うんですけども、ぜひぜひ皆さんのね意見ねお聞かせください。はい、グルトネ全体はこんな感じね。まあどちらも本当かっこいいですね。素敵な車両になっておりました。ということでこちらね、トヨタハイラックスの消防本部、あ、名前間違えてましたね。資機材輸送車でした。資材輸送車って言ってましたね。失礼しました。資機材輸送車です。はい、ということで、今回はですね、またまた素敵なね、トミカギフトがね、登場してくれましたね。消防関係のね、ギフト、街を守ると消防車両セット、こちらね、ちょっと見ていきましたが、さあ、いかがだったでしょうか。今回もね、車種がね、本当結構ね、素敵なね、バリエーション登場しましたね。ジムニーにコースター、ERZ にハイラックス。ねえ、もうどれもね、人気の車両です。元の車両もいいですけども、もう今回のね、消防関係のね、バリエーションも本当素敵なね、内容になってたと思いますんで、まあ、どれもね、ちょっと外れっていう感じの車両全くないと思いますんで、まあ、もし気になるてか、まあ、多分全部気になると思いますがね、これいいなと思いましたら、ぜひね今回のねこのトミカギフトね買ってみてください。でこの夏ね発売されるね、大きな名前なんだったっけ消防署のねセットとかもね、まだ登場したらね、その時ね一緒にね遊んでみたいと思います。もしね気になった方はぜひこちらねチェックしてみてください。まあ、ということで、はい、今回ねこの辺りで終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近の話題の公式の方でね、そちら限定のね動画も配信するので、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではね、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。